ダブルエース浅野と田村翔太のいかに高いところでプレーできるかというのも40秒一つ見どころとなりそうですが、さあどうかのシュート、素晴らしい、キーパーでのゴールも中央工業はまだシュートが1本です。ここも東京学園橋本がフェイントからのミディングシュート、ストレッチがつくボールキーパーコーナーチックから1点を返した、これもいいボールだ、それのボール、このセカンドを拾った投稿繋いでいく、逆サイド一森がキープ、選手が重なる、さあ菅本のクロスボール、ファーサイドで待っていた橋本のヘディングシュート、